今日はなんか外が昨日ほどじゃないけど明るいから、天気は今まだつけてなくてね、カーテン開けて外の光を浴びております。そう、自分のとこでも見え見えてる、本当。そうよね、だいぶみんなね、この時期だと耳に行ってるよね、外。そうなの、ゴッティの寝顔、ゴッティね、今布団もかぶった状態で寝とるんよね。そう、え、FCG の試合いいな、いいな、いいな、いいな。なんかお母さんとね、引っ越す前に FC 岐阜の試合をね2人で見に行こうって言ってたのに結局行けなかったんよね。そう、いつか行ってみたい。よくイベントとかしてるよね。そう、あ、泣いてる。いちごのやばい寝言、今日はねあんま話してないかも、もう熟睡すぎる。寝とるって岐阜弁、ほんと寝とるって岐阜弁なの？寝ているっていうかな、寝とるって、私普通には寝とるよ、隣で。そう、そうなの、片付け、そう頑張ってできたの。偉いでしょ。そうなのよ、いちごいちご寝てます、隣で。クスカピーです。めっちゃ家きれいになってきた。そうなんです。はよ、おはよう。今日は8時ぐらいに起きたかな、8時ぐらいに起きて、ちょっと部屋、うん、へ、なんて言うんだろう、なんか起きた時暑いから冷房をちょっと下げて、ベッドでちょっとコロコロして、メール送って、いちごに配信してくるねって言って配信した。髪の毛さわさわ、嬉しい。特にアイロンはしてない、昨日の夜入って、前髪だけね昨日の夜セットしたけど。そうなの、そう、綺麗にって最初に読むのは、そうなのよ、いちごがずっとね来たい来たい言ってたからね。だから片付けたんよ、頑張って。近いうちに他の同期も呼びたいですね、みんなを呼びたい。マックス12以上入ったことあると思う、多分このうち。そうなの、ね、もうお部屋が綺麗になって幸せ。なんかずっとなんか不在だったけどね、実はね、ちょっと下に、下向きにすると分かるかな、あ、見えないか、すごい、これこれ実はソファーにクッションが2つあったけど、みんな多分見たことないと思う。ずっと不在だったクッションがベッドじゃない、ソファーに来ました。そう、そうなんです、こんなの見たことないでしょ、私のソファーにあるの知らないでしょ。そう、この子たちも超久しぶりに多分このソファーに着席したと思う。これもあって、机もあり、そう、初めて見たでしょ。そう、なんか基本謎にベッドの辺とかに置いちゃったりしてたから、この子たち久しぶりにソファーに帰ってきました。若いからクリニュー、確かに。でも今月は結構行っちゃってるけど、行きたいね、来月になったら。なんかゲーセンのさアプリを入れてて、そう、それでチケットをもらえて無料でできたりするから、そうなの、行かなきゃ。毎月はなんかもらえるから。おはよう、おはよう。ぬいぐるみ近くにあるよ、いろいろあるよ、全部見せて OK のやつな気がする。これは見たことあると思う、シナモン。コメダのメロンソーダ、やばい、いっぱいありすぎる。これ、かないだ撮ったキティちゃん。これはアンナさんと揃い予定のキノコが入っちゃったキーコワ。フクロウ1。フクロウ2。あれ、あれ、あれ。フクロウ3。3匹いる。1匹だけ顔が違う、まん丸目が2つと、もう1つは目がちょっと怖い怖い、ちょっと睨んでる。そう、袋いっぱい。ほら、真ん中の子だけちょっと顔が違うの、袋。そう、3匹で、いちごっちにも1匹いるから4匹いると、
これはずっと好きなコッテペンギンちゃん、小学生ぐらいからずっと好き、なんかラインスタンプであるで、猫パンチするぬいぐるみ、肉球ハンドいっぱいあるでしょ。そういいでしょ、無限出てくる。そう、え、でもここにないけど、あっちに飾ってるのがまだ3つ4つあるから、まだまだある。いちごんちはもともとある。そう隣のね、座椅子というかにね、ぬいぐるみさん一旦今置いてるから。日給買いでしょ。え、これなんか1個しか売ってないけどさ、2個あったらさ、いいのになって思う。ちょっともう1個欲しくなってきた。え、ベッドとかに置いても買いよね。これはベッド選抜です。これは君はベッドに持っていこう、ベッド選抜。はい、ベッド行き、ぽい、返しましょう。よいしょ、いっぱいあるでしょ。どうやって塗ってる、え、何と似てるだろう。でもなんか最初はギューして寝るんだけど、朝起きたらベッドの下に落ちてるから。そう、実際一緒に寝れてるのはね、最初寝た10分とかだと思う。途中でポイってやっちゃうじゃあ今日はフクロウちゃんと一緒しようか。フクロウと一緒。そう、お着替えの方私物入れた、あげたい、みんなに。同じぬいぐるみいっぱい持ってたりしてあげたいよ。そう、いちごんちはほんとぬいぐるみすごいよね。私がいっぱい取ってるのはあるけどそうなの。力んで行ってきた、いいね。え、なんかさ、あのさ、 SKE さんのさ、サイン会をね、1時でどうしても申し込めなかったから、2時で今申し込もうとさっきしてたんだけどさ、さっき携帯かまってる時に、なんか支払い方法がなんかクレジットとかコンビニとかいろいろあって、なんかその欄にねちょっとだけ入ってるからそれにしようかなって思ったけど、メルペイがあったんだけど、そうメルペイなんかさ、支払い方法のとこには書いてたのにさ、なんか選択肢が3つあってさ、クレジットカード、コンビニ支払い、もう1個なんかペイなんとかみたいな。そう、でもそこになくってさ、どうしたらメルペイで払えるんだろうっていう、私はちょっと難しいなんか初めてのサイトだから難しくってさ、どうしたらメルペイで払えるかちょっと知りたくって、調べたけどさ、なんかあんま出てこなくて、支払いたいのに支払えない。そう、花さんのサイン会を買おうと思ってジョージはいちごんちにいる。え、寝相悪い、あれかも、あのなんて言うんだろう、疲れてる時はゴロゴロしてると思うそう、デビットカードつくしかないのかな。でもコンビニ払いだとプラス500円ぐらいかかっちゃうよね。そう、ペイなんとかもなんか確かプラスでお金かかるの。そう、メルペイで払いたいのに、なんかメルペイが選択欄になくて、そう、支払い一覧にあるけど選択欄になくて、そうページーかな、それかな。そう、ちょっと難しい。500円大きいでしょ。そうなんよ。それかもう最悪、たまになんかネット系でクレジットでしか払えんときはお願いするけど、いちごがクレジットというかデビットカードというか持ってるから、それで払ってもらって私が現金でいちごを渡すって風にしたりする。クレカ決済しか、あ、そうよね、結構クレカの方が多分多いから。いやいや、でもありがとうね。そう、手数料をねできれば払ったりしたくないから、多分クレジットとかなら払わなくていいから、そうなの、難しいですね難しい。でもどうにかして買いたいと思って。そうなのよ。なんか花さんが STA のね CD をこの間買ってくれたんだけど、それの開封を配信でされてたみたいで、そう、私はもし届いたらさ配信で開封するねえ、そうやわ、そうできれば払いたくない、わかるよね、え、そう、カードの必要性を実感する。本当になんか ZOZO ターンとか基本なんか PayPay とか、まあ、コンビニもあるけどさ払えることが多いんだけど、そう、なんか商品によってはこれはクレジットでしか買えませんみたいなのがあるの、 PayPay では買えませんみたいなのがあるの。そういう時にもういちごーって頼る払えないですっていちご決済やって数量は無料
でそれはまあ私があのご飯を作りますって感じ。そうそうなの、500円ちょっと高いよね。そう大気やないとくのやばい。そうなんよね、だからちょっと調べてみなきゃ分かんない。難しいね支払い方法。誰かにミルピーで流行ってる人いないのかな、 SK のファンの方で。え、そう、あずみんさんが昨日の鉄な公演をね、これ見に行ってて、この間の公演帰り、僕隊25の帰りに、そう実は27のあの鉄な 28? ん今度の鉄な見に行きたくってって話されてて、行きたいですねって言ってたから、行けてたみたいです。よかった。あれ同じ日にゆうなとゆいたんがね、大阪の NMB さん の世代交代前夜公演かな、千秋楽を見に行ってたよね。そうずっと2人とも NMB さんが好きで行きたいって言ってたから、ずっと行きたい公演だったみたいだから、そう行けてよかった。ね、オーディションの頃の写真もあげてたよね。といちご決済、そういちご決済でお願いした。そうなの、前回の3回で名前呼ばれて笑われました。え、それなり本名ってこと、それかあの小さいおじさんおっさんでどっちなんだろうね。いいよね、価値観違うんだけど、手数料500円下場の100もったいないと感じる。え、でも下場はさなんかいいじゃん。自分にとってのご褒美みたいな。そうゆうなんね、ね、ゆうなんのあの2年前のさ ALD にも書いてあったけど写真可愛いよね。変わらんよね、ゆうなんってもう入った時からもやし、もちろんさ可愛くなってるしさ、いろいろさより可愛くなってるのもあるけどさ、変わらないよね、ずっと可愛い本当に。そうなのよ、そうゆうな NMB 受けてたんよ。そう鉄なな、え、でも私はやっぱ手をつなぎながらが聞きたいかも。あのこの間の ST の7周年コンサートで、あの各グループさんの初めていただいた曲をやってたんだけど、そうそれ聞いた時は見に行きたいなって思った。 ST のオンライン時期複数メンバーまとめちゃくちゃ欲しい。 DD ならではの悩みですね。ゆうなんかもてつしたいって言ってた、私もしたいよ。ひーちゃんが、ひーちゃんが家を開けてくれればできる。え、そう花さんの公演見に行きたいの。今研究生の方でね公演してるんだけど、それを見に行きたい。でもどの公演でもいいから行きたいね。愛を君、愛を僕にだっけな。そういろいろ公演 SK さんやってるから見に行きたい。そうキャンマジ外れたん懐かしい。えー、行ってたんだ。そうそう、もしかしたら休憩生だったってね、言うのも私ももしかしたら SK さんの初めて受けたオーディションが SK さんの11期生さんだったから、もしかしたら今 SKE として活動してた可能性もあるし。そう小さいおじさんで現れた他のメンバーにも。よかった本名じゃなかったのね。小さいおっさん。え、でもいいじゃんいいじゃん、小さいおっさんでさ、このアバターがマイメロなのもセンスがある。おはようおはよう。そうニックネーム欲しいなっちゃうね、欲しいなってた。そう、え、AKB さんのそう工事入っちゃうから、あともう40日切ったよね、行きたい。でも今度さ出張公演で広島のアステールに来られるから、 そう、それは多分あの予定が合えば行くと思う。でも行きたいっていうメンバーが多いみたいで、そう行けるかなって感じだけど。そう正君、え、そうだよね、研究生さんの見に来たよね、同じ研究生として見に来た、やっぱり刺激を受けたいですね。え、女性限定のね公演だったよね昨日、見た見た。そうだよね、いいよね、マイメロは。あ、リーナさん分かるよ、あのゼストに入られてた方だよね、分かるよ。あの未完全 TV 私も見てたから、私実はさ未完全か TV 出とるんよね。そうオーディション時代に私映っとんの。これ何回か話したことあるけど、そうそうなの、見つけてほしい。その時代から見てます。今来た、あ、ちょうど配信見れてよかった。そう大手配信の時写真がエミリーに似てて
速攻フォローした早いなそれは。そうライバル。あ行くんだじゃあ。そうコール多かった。そうなんやね。きなこさん、分かった。インタビューはどの方にされたかは覚えてないけど、そう何人かのスタッフさんにされました。カメラマンさんとか。そうね、岐阜の家からっぽいよね花さんね。すごい。今日夜の配信するよ。今日この後予定があるから、それが終わって帰ってきたらまたする。多分8時後半か9時台かどっちかだと思う。そう見学希望者がシチューで多い場合はノイミーさんとかの時はメンバーのあのじゃんけんで決めました。メンバーが集まって、その配信行ったら似てなかった。写真がただ似てたのかなね。そうなの。私は声申し込んだけど当たるかな。当たるといいねそれ。探り見たら、そうなんや、すごい。予定は言うなと、桃鉄お仕事ですよ。でも言うなと桃鉄はほんとしたい。私、最近ね、桃鉄はひーちゃんしか持ってないから、ひーちゃんに、桃鉄させてって言ってるけど、ひーちゃんは、やーだーって言うから、そう、ひーちゃんが承諾してくれれば、みんなで集合で桃鉄ができる。私は合格してら、岐阜から通ってたかも。多分そんな気がする。そうだと思う。じゃんけんないよメンバーが多い場合。そうなの。あ AKB 劇場行けるけど SU 来てくれてんの嬉しい。わざわざね遠いとこから来てくれてるの嬉しいね。30分ぐらい撮ったら終わろうかな。で10分になったら終わろう。じゃあ7分とかになったら団長見しようかな。今日ユニアコース、スタート丸亀、いいな。今日の夜丸亀行くのいいな。同期と終わった後にちょっとあるなそれは。時間次第だけど、ちょっと私もその可能性はある。今日わかる。行きたいよそれは。そうだよ。そうなの。あれあれやね。結構みんないろんなオーディション受けてたりするから。あ、この子あのオーディションも見たことあるみたいな。ある。シルクマアイスはセブンのが好きですか。シルクマ美味しいよね。なんか小さい時によく買ってもらってたイメージ。そうね、瀬戸内に来てくれて嬉しいよね。 JR で長野まで30分。近いね。あれかな、もう岐阜市とかなのかな。岐阜市、岐阜駅からだと名古屋まで近いよね。めっちゃ一番早いの乗れば20分ぐらいで、普通の乗っても30分ぐらいで着くよね。めっちゃ混むけど。焼肉店に行ってくる。いいな。お肉かき氷ね食べたいね。セブンティーンアイス、あの自販機にあるやつね。私もなんかあれなんよ、学校帰り今通ってる学校なんだけど、そう食べたりする。自販機に売ってるから。そうなの。サフのチーカは、何それ、そう、あ、ホズミか、ホズミなんや。そうなんや、ホズミか行ったことあると思う多分。そう。嬉しいよね、いろんなところの方が SGU を応援してくださってるって嬉しい。セブンティアイスは、でもどれも美味しいよ。でもなんかナッツ系があるとナッツ選びがちかも。そうナッツ食べ、ナッツ系なんかマカダミアが入ってるのとかあったりするし、あとは何食べるかな、キャラメルリボンみたいな名前の、わかる、なんかキャラメルがぐるぐるしてるやつ、あれとか食べたりする。キャラメルリボンだったりかな、そんな感じのやつ。バスで往復、いいね、近いね。そうゲーセンで撮ったぬいぐるみプレゼントするけど、家には自分で撮ったから何をくれば、確かに自分で撮っちゃいがちかも。でもぬいぐるみ好きだし、私がどうしても撮れんかったやつをいつか送って、ありがとう。そう、あ、ほんとに合併前か。そう、かき氷ケア持ってないね。毎年買うかも言うけど、そう
局買ってない。かき氷機って地味に迷うんよね。結構場所も取るしさ、食べるのってきっと夏だけじゃん。迷うところ。でも買えば多分幸せなの。そう。お友達の付録にサーティワン、え、なんかあるよね、付録系。なんか駅の改札のやつとの付録とか前見たことあるよ。いろんな付録あるよね最近。しかもめっちゃリアルだし超立体なんだよね。ちょっと気になるよねそういうの。マックのとかあったら私買っちゃうかも。岡山行くよって、あ、岡山行くんだ、いいね。開演マニアックが問題。途中参加かもしれないってことね。え、いいじゃん。私も AKB さんの公演はなんだかんだ行ったことはないから、劇場もちょっと広島行けたらなって思う。ハーゲンダッツもえやったことあるよ。そう。そう限定。確かにね、かき氷はそうだわ、ね、持ってたけど使わずに実家になって帰った。え、そうなんよね。え、セブンティーアイスの自販機もなんか付録でわかる、見たことある。あ、香川行くって、え、結構みんな行くんだね。今度の出張公演 AKB さんもいいね。髪型、今日は耳かけまだしてない、前髪しただけだから。そうなの、結構みんな行くんだ、いいね。私も行けたらいいな。なんかあずみさんが今さ、この間ちょっと前の AKB さんの僕隊見に行ったり、昨日は鉄な見に行ったりでさ、なんか48、全48グループの劇場回りたいってこの間言ってらっしゃったからさ、そうだから私もちょっと回りたいなって思って。SKE さんはあの曲を披露したわけではないけど、 SKE さんはあの11期さんのお披露目で一応劇場入ったことあるし、そうあの公演がある日ならそうかえなんて言うんだろう、公演のメインのとこは入れないけど一応会場には入ることができるから、劇場は何回も行ったことあるけど、そうだからまだ SKE さんの劇場しか行ったことないから、あと AKB さん、 NMB さん、 HKT さん、 NGT さんも行きたいなって思う。全グループ回りたいよねやっぱり。そうなんです。あ、なるほどね。あと愛さん、え、カレーアイね、今オーディションしてるね。え、そうホールね、あったね、市長公演、え、してみたいね。ホテッドグループで、イベント本当に私も期待してる。いつかまたしてほしい。かき氷を理由に。リコチさんとか、リコチさんなんか多分持ってるよね、てか持ってた気がする。ちょっとかき氷食べに来ましたって言って。かき氷やっぱりいちごが好きで、練乳をかけるともっと好き。鉄の公演 SG でも、え、ね、他のグループさんのさあのオリジナル公演とかもねやってみたいよね。そう、あずみさんね、責任本当にキャプテン、ジュイキやオタクの関心が激しいです。そうなの。そうなんや、他のメンバーの書類を行ったりするんかね。ね、社会市長公演来たら絶対行くよ。来てよそれは、いつかね行きたいですね。ミキサーでかき氷一応できるけど、ああ、ミキサーか、そっか。でもあれどうだろう、氷いけるかな、わかんない。アスミさん他のグループのレッスンを見たい。すごい猛者だ。すごいとこまで手を伸ばし始めているアスミさん、さすがキャプテン。こんにちは、こんにちは、もうこんにちは。そろそろ切り替わる、いかんか、はやっね、グループ内でイベントあるというね。行きますね、行きたい、私もまた福島で、行きたいね。そう、かき氷さんと一応好き、まあ好きだよ。そう、あ、幕張いるんだ、いいね。ラムネ、ラムネもいいね。サンキュー屋ファンの会社するの、サンキュー屋サンキュー屋内で情報交換をしてるっていう夢らしい。そう、鉄のね見に行きたいね、行きたい行きたい行きたい。今度岐阜に、お前がそういうことやったら帰った時にさ行きたい。でもね、マネージャーさんの多分許可とかね同行が必要だから難しいかもだけど行きたい。あ、さくらさん、そうなんや。そ
そんな、そん SKE さんもそうなんだね。うん、7分だ。じゃあ男女読みして終わろうかな。じゃあダメが、あ、いいね。じゃあ男女読んで終わろう。30分だけだったけどよかった話せて。じゃあ男女読んで終わります。18位みょんぴーさん、17位まさきあと山口さん、16位まっちゃんきゅうさん、15位とぐらさん、14位よしみさん、13位おのぴーさん、12位韓国ペンギンさん、11位シューリーさん。トップ10、10位いくん、9位ちっさいおっさんさん、あ、違う、ちっさいおっさん。さんなしでいいんだった。8位まんさん、7位夏のパン祭りシーズン2、あと打者走者勝者走者一掃、ダサ勝者勝者勝者一勝。言えません。6位東さん、5位おかっぴさん、4位なるみ、あと今日は、あ、あずみんさんのかな、イベント行くんだ、いいね。あ、待て、そしてトップ3、3位やましんさん、2位レグルスさん、そして今日の第1位はどこ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 、今日のランキング1位はグッドラックトゥエブリオンさん、ありがとう。30分だけだけど話せてよかったです、ありがとう。私はこの後予定があるので、もうみんな想像の、そうですね、よくある、あの、そうです、お仕事に行ってきます。行ってきます。夜もね配信するから、そう、ぜひ来て。あ、そうか、配信ありがとう、こちらこそ。そうね、暑いからみんなも水分いっぱいとって、そう、熱中症に気をつけて頑張ろう。でも日曜日だからお休みの人もいるか。頑張ろうね、ね。お仕事頑張りますね。あとなんか話すことあったかな、ね、え、そう、日焼け対策も本当に日差しが強いからね。おう、じゃあまた。なんかあったかな、話すこと。今日は8時後半か9時、9時台かに配信します。もしかしたら終わった後に、あとはきっとうどん食べに行ったりしそうな気もちょっとするから。そう、だから確定ではないけど、まあ、9時台には必ず配信するから待ってる。そう、終わったらイチゴを起こしたいと思います。まだ寝てます、毛布に完全になんかくるまった状態で、なんて言うんだろう、かいこ、眉に包まれてるみたいな感じで寝てます。私のベッドを一人で占領して。終わったら起こしますね。じゃあ今日はとりあえず終わります。また夜も話しましょう。バイバーイ。おやすみー。起きる。